こんにちは、はじむぎです。はい、今日はクローゼットの中身を紹介したいと思います。はい、ここを見せるのが初めてなんじゃないかと思いますので、ちょっと恥ずかしいね。大したも開いてないけどでもなんか収納とかそういうところをね、紹介していきたいと思います。そうだね、うん、はい、それではやっていきます。綺麗に収納されてるのかな。汚いかもしれない。はい、で、ここが私のクローゼットです。我が家はね、1人1個あるんだよね、クローゼット ね。 そうだね、広いからね、結構うん、収納はいいお部屋、うん、これ開けたらさ、なんか崩れ落ちてくるとかない？そんなしんちゃんのママみたいなのない、大丈夫。はい、せーの、オープン。はい、収納こんな感じです。なんか統一感があるよね、色に。そう、私ね、ちょっともう気づきかもしれないけど、白い服が多いんですよ、うん、トップスがね。そう、そう、白かブラウンかっていう。なんかさ、お店行っても同じものしか目につかないよね。それ持ってるじゃんって言われるんだよね。じゃあまずこのクローゼットの私のこだわりは、うん、もうパッと見どこにあるか分かるっていう。何がどこにあるかね。そう、私あんま探し物得意じゃないから、うん、もう目に見えて分かるポジションにいます、うん、じゃあざっくりとご紹介していきましょう、はい、このかけてあるカバンたち、これ私の一軍のカバンたちですね、うん、そうだね。そう、最近導入されたガストンルーガ、これはハチ君と一緒に共同に使ってるんですけど、今のところ私のクローゼットにいますね。そうだね、はい、まあ、マザーバッグで使ってるからね。うん、で、右のがそのこれめっちゃ可愛いんだけど、スリーコインズで買ったカバン、うん、これも丈夫で使いやすいよね。キャンバスバッグっていうやつですね、うん、これもマザーズバッグとして使えるかな。はい、で、このポシェットは最近使ってないけど、うん、あのハチ君とね、カップル時代の時から使ってる結構お気に入りのカバン。でも難点がさ、あの小さすぎて財布が入らない。そう、長財布だったから私財布これに入らなくていつも困ってました、うん、はい、で、こんな感じね。で、この棚は主に小物ですね、うん、その一番端のこれ開けて、うん、何が入ってるの？これ冬物系のモコモコ系ですね。冬物系のモコモコ系ね。なんか夏でも寒い時あるじゃん、うん、ある。そういう時にすぐ出せる感じで、うん、腹巻きとかモコモコ靴下とか入ってます、うん、はい、で、左、これはそう、あまり出番の少ないインナーとかそういう薄い薄手のものたちですね。そうやね。そう、あんま着ないかなみたいな2軍の子たちが入ってます。2軍ない。そう。で、下のその茶色のこれ、うん、開いて、これがほんと小物ですね。捨てられないけど、捨てられないけどとりあえず持っとくみたいな。いるもの。そう。で、一番端っこにあるその水色のアルバム。これ？そうそうそう。これ？それ。オープン。オープン。ですね。おお、懐かしいね。懐かしい、大きいね。妊娠8ヶ月の時に、うん、そうやね、取りに行きました。ほら、むっちゃん、ここにむっちゃんいるんだよ。で、これがピクニックバスケットです。あ、これね、超お気に入りなの、うん、ピクニック行くときに必ずと言っていいほど使うやつやね。そう、持ってくやつ。で、その一番下は、そう、そこはあのギフトボックスとか、うん、あの飾り系、季節の飾り系が入ってる、うん、玄関に飾るやつとか。この箱はそんな感じです。じゃあ次、真ん中のこれ。そう、私これ大好き。これのおかげでスッキリしましたね。まずこっち側は、このこっち側は靴下と、うん、パンツが入ってます。そう、あんま見せれんけど、近くまでに行ってちょっと察してください。小分けになってる、ね、そうなの、ちょっと小分けになってるからすごい分かりやすく取りやすいんだよね。そう、
で真ん中は夏物のズボンと部屋着のズボンが入ってます。基本グラデーションになるように上が薄い色下が濃い色っていう感じで分けてます。かけられてるっていうのがいいね。そうそうそう、すぐ取れるじゃん。あれこのズボンどこ行ったっていうのがないからこれ本当にいい。うん大丈夫、柄見えない。そこはブラが入ってますね。そうここ本当に取り出しやすい。これはアマゾンで買いました。2000円くらいだったかな。すごいおすすめなのでぜひちょっとクローゼット収納を変えたい方これちょっと導入してみてください。おすすめだ、ね、超おすすめで。私の服なんですけども本当見るからに白ばっかなんですけど、このソーレースとかこれ結構好きだよ、ね、で私も可愛いもんねこれ。そうそう、これも着たいぐらいや、マジ。あとこれワンピースですね。これはサマンサモスモスです。これ可愛い。これサマンサモスモス、これ好きやね。好きね。これがこの黒いやつが2個あると唯一黒い服これかもしれない。これもねちょっと長い丈の長いワンピースになってます。花柄だから黒で。ちょっとごめんなさいね、花柄が続きますね。はい、これがレイカーズンのトップス。これはちょっと短めなの、でも襟とね袖がふわっとして可愛い。はい、でこれが超長いロングワンピー、雪下けですね、うん、クローゼットはこんな感じです。あと端っこにクリスマスツリーとマイバッグが置いてありますね。はい、こんな感じです。何してるの？絵本読んでほしいみたい。私のクローゼットの中身はこんな感じです。いただきます。じゃあこんなところで今回の動画はおしまいです。最後まで動画を見てくださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。